琉球伝説、モエチンは架空のテレビアニメ。日本の企業、チュラプランニングが、土産物用のキャラクターとして、企画、展開している。同社が制作する続編に、琉球対戦ハブバツマンがある。公式サイト上の設定では、琉球テレビがひっそり深夜に放送していたが、低視聴率のために、 スポンサーが中途で降板し、後半は作画破綻を引き起こした幻の萌えアニメとされており、全12話、特別編1話のストーリーが紹介されている。このアニメの主人公、萌えちんこときや萌え派を起用した、皇術の土産物が他企業と共同開発されており、いわゆる萌え起こしの企画といえる。キャラクターデザインは、糸長康子。公式ブログ等で、 登場頻度の高いキャラクターのみを挙げる。これ以外のキャラクターについては公式サイトを参照。他企業との共同開発により以下の商品が展開されている。いずれの商品も沖縄県内の観光名所を題材にした沖縄観光案内トレカがランダムで1枚封入されている。賃品堂の OEM 商品で同社の魅力ジチンスコー。 ミルキーの18個入りパック。チュラプランニングとチンピンドーの共同開発商品には、他に、小高ラチンコスコーが存在する。受付酒造との共同開発商品。アルコール度数25度、7 2 0トルビニールの泡盛り。また、2010年2月11日の本商品発売に合わせて、ヒューマンアカデミーナハ校の学生2名により、結成された。 ユニット社のワールが歌うテーマソング、琉球、キュンにも作成された。ありがとうございます。